おはようございます。ということで、今日も朝の味噌汁なんですが、今日はこれをちょっといってみたいと思います。で、僕これに混ぜようかなとも思ってたんですけど、まあ多分袋が違うと手で分かってしまうんで、これはこれで、これかこれを選んで、どっちかどれかをランダムで引くみたいな感じで、とりあえずこれを開けていきましょう。お、こんな感じなのか。なるほど。そういう感じね。これは全部共通で、長ネギやらなんかいろいろあるっぽいですね。で、この具を切り取って、ま、袋に入れたいと思います。一応全部一つ一つ分けました。まあ、一応言っておくと、わかめ3色、長ネギ3色で、豆腐2色、油揚げ2色、ほうれん草2色。って感じの比率です。ここに置いてあるジップロック。1枚、1枚取って、とりあえずね、ジップロックに入れてみたけど、これ具の袋がでかいから、本当に、あまり混ぜれないので、目をつぶって引くしかないですね。じゃあとりあえず今日の行きますか。ここから目閉じていきまーす。行きます。目閉じた、目閉じたよ。さあ、どれが来るかな。いや、ほんと、袋でかいからね、あんまり、なんか、選びようがないというか、あれですけど、じゃあこれにしよう。これ。目開けるよ。せーの、ほい。お、これは？これは何？ほうれん草だって。ほうれん草か。どんな感じなんだろう。ということで、ほうれん草の味噌汁入れてみました。今までね、こういう麩とかの具材のない、本当にただの味噌汁って、味噌を溶いただけの味噌汁だったので、まあさすがにね、いつもの今までの味噌汁より、ちょっとだけですけど、まあ高い分はあるかなという感じです。あとはご飯と野菜ジュース。こんな感じ。はい、こんばんは、マルボールです。今日は5月26日火曜日、今仕事終わってね、もうシャワーも浴びてスッキリしたところなんですが、昨日ね、このじゃん、クワッドロックにつけるリングをね、紹介したんですけど、このね、昨日の動画撮った後に思い出したんですけど、何を思い出したかっていうと、じゃん。これチャイナポストからの郵便なんですけど、実はこれね、引っ越す前に届いてた、引っ越す前って言っても、引っ越す1ヶ月以上前、2、3ヶ月前、引っ越す2、3ヶ月前にもう実はね、届いてたんですよ。で、それを開けないまま、ここまで来てしまいました。というのも中身が分かってて、開けたところで使わないからだったんですけど、まあ、とりあえず今日はネタもないんで、これを開封だけして、今日の動画をサクッと終わりたいなと思います。裏にも表にも住所が貼ってあって、今、慌ててこっち黒く塗りつぶしたんですけど、まあいいや、とりあえず開けていきます。じゃんってことで、こっちがタブレットスタンドで、こっちがフォンスタンドです。モフトって言えば多分もう皆さんご存知だと思うんで、詳しい説明はしないというか、もうこれ、このまままた保管しとこうと思うんですけど、まあ、タブレットとか、スマホの裏に貼り付けて、まあ、使わないときはその、裏に貼ってるだけのペタンコになるんで、まあ、場所を取らないし、まあ、スマホに関して言えば指を引っ掛けれるところになるので、便利で、で、まあ、スタンドって言ってるぐらいなんで、まあ、角度をつけておきたいときは、スタンドとして使えるっていう、まあ、そういうものなんですけど、まあ、モフトって最初はね、ノート PC 用のスタンドだったんですよ。スタンドが最初に出たのかな？多分それが最初だと思うんですけど、それをね、普通に、まずその時から僕、キックスターターでバックしてて、そのノートパソコン用の、スタンドはですね、実際、僕が以前使ってた ASUS のモバイルノート PC に 13.31 かな ?13.31 のモバイルノート PC にね、つけてて、実際それまだ使ってるんですよ。使ってるというのは、実家にあります。僕は使ってないんですよね。家族に売っちゃいました。このエイリアンウェア買った時にね、まあ家族に売ったんですよね。家族はね、パソコンやりたいってことで、なので、そのまま、その ASUS のモバイルノート PC の裏に、このモフトスタンドは、貼られてます。まあ、今、使ってますかね？多分この Vlog ね、実家の家族が見てるはずなんですけど、元気してますか？使ってるかな？パソコン使ってないような気もするけど、まあ、なんですよね。で、まあ、その後、モフトが人気になって、タブレットスタンドとか、iPhone スタンド出したって感じですね。なんで、これも、Kickstarter っていうね、まあ、クラウドファンディングサイトで、実は買ったんですよ。で、多分日本の方は、日本のクラウド、
ドファンディングサイトの幕開けで買われる方が多いと思うんですけど、まあ、モフトはもちろん海外の企業なので、キックスターターの方が早いんですよ。で、キックスターターで終わった後、幕開けに入ってくるみたいな、なんかそういう感じだったような気がするんですけど、いつも。なんで僕はいつもね、あの幕開けじゃなくて、キックスターターでバックしてるんですけど、まあ、そんな急いだ割には、タブレットもスマホも使わないっていう、まあ、スマホを、このクワッドロックをね、使ってしまってるんで、このスタンドをね、貼れないんですよね。まあ、そういう感じで、あの、いずれね、タブレットとか、欲しいなって思ってたし、今もタブレット欲しいんですけど、まあ、なかなかね、そっちに回すお金がなくて、買えてなくて。まあ、だからこれ、なんでバックしたかっていうと、まあ、まず、モフト、ノート PC 用のモフトスタンド買ってた。もう買ってて、モフト好き。そして、いずれタブレットが欲しい。タブレット使いたいから、その時は、すぐにこのモフトスタンドを使いたい。この2点です。たったこれだけで、早まって買ってしまいました。で、この、別に、フォンスタンドは特に必要なかったんですけど、まあ、いずれ、まあ、例えばこの、今使ってるこれは、まあ、クワッドロックでね、バイクとかいろんなとこマウントするようで使うとしても、例えばいずれ、僕がちょっと給料稼ぐようになって、スマホ2台持つとかになった時に、まあ、2台目にこのスタンドをつけてもいいかなっていう。で、同時に買った方が安かったので、割引されて。じゃあもう一つずつ買うかってことで、この二つをね、買ってたんですよね。なんで、これ今開けてもしょうがないというか、てかもしなんか欲しい人いたら、まだ未開封なんでこのまま売ってもいいから、とりあえず、本当にこの未開封のまま、ちょっと取っておこうかなと思います。これって今普通に売ってるんですかね？僕、あまり分かってないですけど。まあ、気になった方がいたら調べてみてください。じゃあ今日はそんな感じでちょっと、あまり参考にならない動画でしたが、高評価とチャンネル登録していただけると幸いです。最近仕事とかでバタバタしてて、もうこんな感じの動画になってますが、日々の生活の中でね、ちょこちょここう買ったもの、まあこれは開けてないけど、例えばマキタの扇風機のレビューとかね、まあなんかバイクの話だったり、そういうのをちょこちょこやってますので、継続的に見ていただけると幸いです。まあなんかドリキンさんの完全にパクリというか、なんかちょっと今の言い回しはなんか完全にドリキンさんパクリみたいになってしまいましたが、まあそういう感じで、まあ同じ Vlog なんでね、そういう感じでやってるので、よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。Up with a slow motion crew, and we up in our cloudlands.